ヨハンフリードリッヒ・ベトガーヨハンフリードリッヒ・ベトガーは、ドイツの錬金術師。ヨーロッパにおける磁器の発明者として知られる。この発見には、エーレンフリーとバルター・フォン・チルンハウスの助けを借りた。毎戦闘磁器の製造者としてその名が残る。チューリンゲンのシュライツ出身。若い頃に、ブランデンブルク選定工領のベルリンに移住した。1701年、ベトガーは、 錬金術師として金を作ることが可能だとホラーを吹いたため、これに期待を抱いたプロイセン王フリードリヒ一世の不況を買い、ベルリンを追われた。だが、ザクセン選定校のアウグスト二世は、プロイセンを追われ、東高に触害した若きベトガーを招聘した。ベトガーの才能を見出した、アウグスト二世は金を生産する秘密を明らかにして、ヨーロッパにおける陶磁器の利益を独占するために、 ベトガーをマイセンのアルブレヒト城に遊兵して国外に漏らすのを防いだ。そのため、ベトガーは酒に溺れて37歳で死去した。ベトガーの功績は東稿というよりは錬金術師として白磁の秘密を発見した。彼は当時試みた白い卵の殻のようなキメの細かい白い物質を混ぜたものを粘土に練り込む製法を使わず、 それまでヨーロッパの炉で焼かれていたよりもっと高い温度で粘土を焼いた。泥の成分を溶かし、新しい物質へと変化させたのである。この製法は、以後100年間、当時のヨーロッパの他地域では見られない大発見となった。これは、ドレスデンがヨーロッパにおける技術と芸術の中心地の一つとして発展する契機となったのである。ありがとうございます。